しずくちゃんの摘んだいちご、とっても大きくて綺麗ね。はい、とびきり大きいのを探してみたんです。でも、僕が取ったいちごの方が大きいね。あは、ほんと？ミアちゃん、いちごを摘むのが上手だね。うん、大きくて美味しそう。でも、私のいちごの方が赤くて甘そうかな。もう、僕のいちごの方が甘いに決まってるでしょ。それなら、みんなで食べさせ合いっこしない？食べさせ合いっこ？そう、私はしずくちゃんに、しずくちゃんはみあちゃんに、みあちゃんは私に、それぞれ自分で摘んだいちごを食べてもらって感想を伝え合うの。別にいいけど。それじゃあ早速私から。はい、しずくちゃん。あーん、あーん、うん、甘くて美味しいです。よかった。はい、もう一個。あーん、しずくばっかりずるいよ。ごめんね。次はミヤさんの番だね。はい、ミヤさん。あーん、あーん、ほんほん、うん、悪くないでしょ。さあ、次はリコさんの番ですね。うん、じゃあリコ、あーんして。あーん、みやちゃんのいちごもすっごく美味しい。僕が選んだんだから当たり前だよ。はあ、いちごだけでもこんなに美味しいのに、これを使ってスイーツを作るだなんて贅沢だね。そういえば何を作るかまで決めていなかったわね。スイーツビュッフェってどんなスイーツがあるんだろう。ケーキやタルトは絶対に欠かせませんよね。他にはシュークリームとかゼリーとか。マカロンも食べたいな。あ、あとチョコレートフォンデュがなきゃスイーツビュッフェとは言えないよ。素敵。それならケーキの上に並べるイチゴはさっきリコさんが摘んでいた品種がいいと思います。形がとても綺麗でしたし。ミヤちゃんが摘んだイチゴは赤くて香りも良かったからマカロンにぴったりかも。しずくのイチゴはタルトに合いそう。カスタードの甘さにも負けないくらい味が濃かったから。それならどのイチゴを使って何のスイーツを作るか私たちでアイデアをまとめてみようか。ええ、そうしましょう。